今からむついくんだけどさ、じゃじゃじゃーん初むつ。え、プライベートではあるんでしょ。プライベートで撮ったことぐらいかな。あ、じゃあないんだ。まあ、むつ何あるって言われても全然わかんないってことで。で、俺チェイ君に翔ちゃん行くって言ってないのよ。サプライズじゃん。そうそうそう、ちょ、初のドッキリ企画で着いた時に、まあ俺一人で行くから、でその時でちょっとプチサプライズみたいな感じで、俺結婚しちゃーっていうプチドッキリみたいな感じで言うのよ。その時に続きちゃんだよねって言うからそしたら、うん、俺って、うん、そうそうそう、ちょっとやるべ。いいねそれ。今マイナス3度だよ。寒い。よし、行きましょう。ハロー。久しぶりだな。久しぶり。元気がねえよ。ジー君。おお、久しぶりだな、この感じもな。俺、うん、結婚したよ。知ってる。うおめでとう。ってことで、うん、連れてきちゃうんだよね。え？連れてきちゃう。あ、なんだ。うん、撮影手伝ってくれるって。煙臭いよでも。あ、いいよ、ちょっと。こんばんは。ちょっとんだよ。おー、しょうちゃん。マジ？この時に来んの、しかも。このタイミングで来んの。すぐ帰んのに。